急に雪雪エムロさんが作るバターライスを食いながらめちゃくちゃうまいのよ、バターライスと音楽っていうのがそうだね繋がってました。なんかプッて返してすいませんずっとエヴァンゲリオンでは次の場所へ移動したいなと思いますけども、うん、で我々ビッグジョブはですね、うん、近くの青木公園っていう、そうですこれは行きたいんですよ。うわ懐かしい、これね、はい、みんなでこの道で行くんですよね、はい、ジャージ着て、ここなんか入れない、あ入れないのか、そうかこんな奥にあるんだよビッグジョブね、競技場がほら学生打つ、あー本当だ、こうね、そうそう、そっか、こんなか、こんな感じあるんですよね。こっちが野球場で、あ、いけた。急に雪雪。急に季節変わっちゃった。そこの時系列ちょっと辛いですね。雪？雪だね。急にびっくりした。埼玉県よこれ。川口ですよ。川口市。あ、見えてきた。ああここですよ。うわ懐かしい。なんか改修工事してるすごいね改修工事してるの、うん、はい、1年の時はね、1年が荷物持ってね、もうそうですね、もうもろその体育会系の部活の社会をちょっと優しい先輩とかが、うん、あ、いいよいいよとかって持ってるともう女子とかがやばいってなんとか先輩持ってる3面は絶対だ、絶対持ちます、自分持ちます。でしかもさ、あのブロックによってさ、やっぱ上が変わってくるんで、そうだね、俺はそのハードル班、ハードル班で敬語は100、200の短距離班だったから、うん、上が長が違うんだよね、そうそう違うんですよ、だ長によってはやっぱいい先輩もいたり、そう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 、最悪の先輩いたりする、そう方針がね、そう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 いいなハードル班なんか楽しそうに仲良さげでみたいな、ただハードルの先輩佐々木先輩、はい、お茶が飲めない佐々木先輩のテーブルには絶対水じゃない、ね、ダメなんです。2年の次期部長みたいなすごい先輩に、ちょっと1年佐々木先輩のとこお茶入ってくださいマジですか、そういや真面目ですから、そういや大真面目に取れますよ、お茶を水に変えるために走る走るで結構夏合宿、うん、冬合宿、はいはい、いろんなとこ泊まって、うん、遠征して練習してたんですけど、うん、1年の仕事っていうのがあって、あのまず1人1個あの箱ティッシュを持ってくるそうっす、あの奈良くんが忘れちゃった、奈良くんが忘れたのよそれあのうちではハードル班の、そうハードル班の一番ほのぼのとした男がね、そうでまずそしたらあの投擲班のねこんなガタイのやり投げの選手はい、はい、先輩にすごい怒られて、そんで怒られてる時にその奈良くんはなぜかプーって説教中にもかかわらず、ね、それでもうとにかくその投擲やり投げの先輩からぶち切れ、ぶち切れたね、やっぱ部屋出てっちゃったんですよ、俺たちもう真剣ですから、そうそうそう、からかやばいやばいしかなんだよ、あらくん怒って先輩謝った方がいいよっつって先輩追いかけて返してすいませんいやもう返してすいませんっていう奈良くんも奈良くん人生で言わないでしょ、うん、この話見てる人楽しいんですいやいいんですよこういう、ら俺らはぶっちゃけめちゃくちゃめちゃめちゃ楽しいですよ、ずっとできますから、まだまだいっぱいありますからね、でも最初ね講師はねあのまっすぐ家帰るんですよ、そうだから練習終わったらもう誰よりも早く部室帰って着替えて、そうこっちはなんかあれまたいない講師いないっつってその時もだから特殊な特殊な食いたいっすよ人とやっぱ1枚2枚やっぱ AT ビール貼らないといけないから一人で帰ってたんですよね、そうそうそう、みんなだから何やってんの講師は何やってんの、うん、家帰ってみたいな漫画描いてた それでで一人あのデリカシーのないね石田太一ってやつがいたんですけど、はい、そいつが急に俺たちにちょっと講師を解明するぞ一回講師を連れてくぞっつって講師そうだよって俺部室で着替えてさ出ようとしたら石田大使がそれ立ってた俺もう連行ですよ本当に連行だよ、ね、俺どうに相関されんのこれみたいな
したら石だけいい。そう、本当に連行するやつなんですよ。走り幅跳びの選手。そう、走り幅跳び。ロングジャンプ、ロングジャンプですよ。顔も声もうるさい。うるさい。いいやつがいてね。そっから俺は、その2枚、3枚貼ってた AT フィールドを完全にぶっ壊されて、ベリ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 って剥がされて、石田太一が入ってきて、そうだね。そっから本当陸上部のみんなと仲良くなったし、ね、内気な性格がちょっとずつこう開いていくという。そうだね。綾波がちょっとずつ人の心を持ち始める。ずっとエヴァンゲリオン。中二病みたいな。ちょっと他に高校の時の思い出の場所とかあります？室さんちまたね、これあの室橋くんっていうね、通称室さんで棒高跳び。そうなんですよ。またね、あのこの人がね、あの陸上部一の得意体数でね。そうなんだよ、俺以上にね。すごいカルチャー男独特独特の、あ、もうここら辺だよね。この辺だよね。この辺この辺、室さんちで。そうが懐かしいで、あの室さんちでよく行ってたんだよね、俺らはね。で、ムロさんから結構洋楽とか、ね、そうなの。そこでいろいろ洋楽に触れるきっかけになったのがそのムロさん、ムロハシ君で、うんうん、俺やべえから聴いてみてよとか。そう、俺ケイゴ、ムロさんで、うん、で、ムロさんが作るバターライスを食いながら、めちゃくちゃうまいのよもうほんとシシンプルなんですよ。うん、そう、ほかほかご飯にバターを乗せて、うん、ちょっとあの鰹節でちょっとあの醤油を垂らしたやつがクソうまい。うまいんだよね。だからそういう意味では室さんちのバターライスと音楽というのがつながってましたね。つながってたね。でもあのこの頃はもう講師はもうタケとバンドをね、そうやっとね、そこでバンドを組んで、うん、まあ、その家庭内 X をずっとやってたずっとやってたんだ、ね、人手団地で。はい、はい、人手団地で団地ですごいいいね。なんか見てるからみんなも想像してる。そうそうそう、あそこだ、あそこの団地で。ついにそれでバンド組みまして、はいはい、高校に上がって、はい、でライブ してたよね。だそれがまず最初びっくりしたの。え、ギターやるの？得意体質の俺が。そう、漫画だけじゃねえんだ。ないギターやるんだ。で今度ライブやるんだよねってなって、ライブってなって、うん、行く行くっつって、部活の友達とみんなでその講師たちがやってるバンドのライブとか行ったよね。だからなんか X のコピーバンドで。そう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 、あのピンクのズラをかぶって普段すぐ帰るやつが急にピンクのズラかぶってメイクして。そうだから俺たちはもうノー、うん、ただあの ね見た目がこの感じですから、はいはい、俺ヒデになりたかった。はいはい、はい、あの仕上がりヒデロでしたわかるかな、ヒデロワイプでね。お姉がいたんですよ、昔。そう、いたんですよ。お姉タレントがね。そうそう、一丁目の。ヒデロさんね。そう、その仕上がりでしたね。そうそう、だから最初は敬語は、うん、まあ、我々バンドのお客さんとして。そうそう、全然見に行ってたんですよ、ただ。オゴセとか見てました。オゴセ。山奥です。そうそうそう。で、X 好き、あの陸上部にいて、うんうんうん、番長って言って。全然番長隠して。今から考えると、ダッサい。あだ名番長。番長って。彼と一緒によく、あの、くれないとか歌ってました。ああ、そうだ。番長はね、X 尾崎豊が好きだ。ああ、そうだ。彼も、あの、あれですよね。走り幅跳びです。そうだね。番長、ちょっと途中でやめちゃうんだよね。陸上部。あなたはフローのボーカルに当選しました。え、ありがとうございます。それの反動で俺絶対売れてやるとか。ああ、もうそれで今ここに座ってますけど。皆さん聞いてるかな？最大の事件はね、うん、京都のラン。あの温厚なゴッツなんですよ。そう。バーン！表出る！グッバイ！